川崎 FM 高津川真希のやりたい放題。皆様こんにちは、高津川真希と申します。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。この番組は詩吟に特化した情報、そして腹話術によりますお悩み相談、最近気になる一曲、今ここ川崎市で頑張っているお店や団体さんなどなどホットな情報をお届けしていきます。さあここでこの番組を一緒に進行していただきますコーランさんです。はい、皆様こんにちは、コーランでございます。ということで、はい、高坂さん、はい、6月終わりですね。終わりましたね。梅雨明けましたね。いや早すぎませんか。早すぎませんか。なんかさ、あの前回の放送かな、その時に雨が降ったり止んだり大変ですねとか言ってたと思うんだけど、なんか最近俺全く雨が降らないで、本当梅雨終わっちゃったじゃんっていう雨降んないとね感じになってましたけどね。あの頃は降ったり止んだりでしたよね。そうなんですよ、突然降ってきたとか言ってましたもんね。ねえ、やっぱ梨が大きくなんないんですよね。あ、甘くなんない、出た娘。まあね、あの自然の現象ですからね、はい、なかなかうまくいかないと大変ですよね。はい、はい、ということで、まあ、暑いんで体調には気をつけていきましょう。はい、そうですね、はい、この番組は火曜銀英会のジョーこと高津川真希さんと私コーランが毎月第4第5火曜日の午後1時から、うん、ここ川崎 FM スタジオより生放送でお届けしております。噛みました。毎月第4第5火曜日の13時からは高津川真希のやりたい放題をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今週もどうぞお願いします。はい、それでは本日の1曲目、はい、曲目、私の火曜日への曲で、はい、忍ぶ草を聴いていただきますが、はい、聴いていただきますが、はい、はい、もしももしも来た忍ぶが、忍ぶが来た田舎っぺ大将だった。田舎っぺ大将すごいとこね、一つヒットよりそれ一つヒットより力持ち、あよいしょ、二つふるさと後にして、あどっこい、はい、天童よしみさんの歌だね。あ、そうなんだっけ。そう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 、私天童さんの顔は浮かべない。その発言がよくわからない。大ちゃんの顔が浮かんでくる、ね、で今田舎っぺ大将の話だから ね、 今ね、それでいいんじゃないですか、ね、はい、はい、忍さんがね、もし田舎っぺ大将だったら、あの人はどこに行ったやろな、あ、関西になっちゃうね。うーん、何弁がいいんだろう、わかんない、田舎っぺだからどっかね、地方のあれだよ ね、 そうだよ ね、 話だよね。今度なんかこう癖のあるさ、こうなまる、国の、教えてもらう。ちょっとまた得意の種類滅裂トークになってきたけど、頑張ってください。はい、はい、それでは高津川真希の忍ぶ草どうぞ聞いてください。
れても我が思い遥かなり人生夢を探れば探索あり誰か少数高津川牧野忍草聞いていただきました。高津川牧野忍草、はいはい、そろそろね、うん、ああまたかかってるってね、うん、思ってくれる方がいたらいいなと思います。あ、僕思ってますよ。今日もかかってるって身内で思っててもね、はい、はい、それでは、あ、それではじゃないね、それではじゃないね、またやったね、はい、高津川牧野忍草聞いていただきました。ありがとうございます。高津川牧野やりたい放題、高津川牧野お茶の間詩吟コーナー、はい、お茶の間詩吟コーナー今週もよろしくお願いします。はい、まずは自己紹介をさせてください。はい、どうぞお願いします。はい、私高津川牧は、はい、戸張光栄としてクラウンレコード専属銀師、はい、日本詩吟協会で29年度全国優勝、そして現在銀道講演会や戸張一座を立ち上げ、歌謡銀営高津川牧として歌手協会に所属活動しております。はい、ご苦労様でございます。はい、はいはい、というわけでですね、詩吟情報、詩吟情報、いやー、だんだん詰まってきましたよ。はい、うん、いろいろありますよ、はい、まずね、ずっと言ってます、うん、クラウン予選コンクール、はいはい、クラウンね、クラウンレコード、これがもう始まりました、はい、で次続々とこう全国で始まっていくわけなんですが、うん、私たちは7月の17日の亀戸文庫戦、はい亀戸文化センター、はい、7月24日の江原文化センター、はい、はい、こちらでね、はい、また始まっていきますよ、はい、文化に触れないからね、ちょっと文化ね言えなかったりするんだよねいやいや、あのね、触れてますか、うん、触れてますね、詩吟ですもんね、うん、うん、はい、そう、すごいんだよ江原文化なんか、うん、170人ですよ。すごいですね。え、何が出場者？そう。すごいですね。で、もう詩吟って4行じゃないですか。はい。それが4行歌えないの。はい、3行で終わって。ああ、はしょられちゃうわけね。そうなの。だから4行目にかけてる人は、はい、ちょっと頑張ってもらわないと困る。4行目にかけてる人ね。ああ、そういう方もいらっしゃるってことだね。そうそうそう。締めがね、うん、大事だからって、ね。ああ、最後聞かせてやるぞ、的なね。そうね。それはもったいない。だから、うん、予選で通過して、はい、ぜひ次の決戦とかでね、はい、あの4行歌っていただきたいなと思います。あ、次は決戦はいけるんですね。いきますよ、ね、いきますよ。そうか、人数も減ってくるしね。はい、そして全国と待ってますからね。はい。結構ね、難関なんですよ。難関。うん。だってこれ、ほら、受かると、うん、クラウンの、あ、なんだっけ、専属銀師になるわけですよ。で、やっぱりお金を取ってお客様に見てもらう側になるので、うん、はい、結構ね厳しいんですよ。まあ、あんまり簡単でもね、うんうん、そうなんです、難しいですよ ね、 ね、それはね、だって歌手になるわけですからね、はい、そうですね、はい、はい、そして
日本詩吟協会では、はい、芸術祭がやっと開催できます。芸術祭、それ、ま、なんか前言ってたやつかな。いや2年か3年前だったんですよ、はい、それがね、うん、あの何年か4年に1遍かな、この芸術祭ってね、うん、やるんですけど、はい、セミシグレっていうのをね、はいはい、なかなかこのコロナ禍の中言ってた言ってた前にコロナになっちゃってできなかったやつでしょ。本当、うん、ねえ、うん、だから2年も3年も出場する人は練習してるわけですから、うん、素晴らしく上手だと思いますよ。そうですよね、練習しかも怠れないですもんね忘れちゃいますもんね。そう、うん、あのこれ NHK で、うん、やったんですってね、はい、それで私 DVD か、うん、あれを買ったんですよ、うん、でねやっぱ何回も見て自分がどの役をするのか、うん、はい、見たら、うん、そのおふくとね、うん、文四郎っていうのがいて、はい、こう貧しい農家に育った2人がね、はい、身分がこう変わってしまうんですよ、うんうん、要は殿に見込まれて、はい、妾になる、うん、側室さんね、側室になったんですね、うん、そして、うん、再会をするわけですよ、うん、で福はね右手の中指を見せて、はい、文四郎さん、はい、この指を覚えていますか、うん、蛇に噛まれた指ですね。おでね福はね文四郎に体を呼び寄せて泣くんですよ。そして私がお福歌うんです、うん、へすごくない、これ主役じゃないですか、福津川真紀みたいな感じ違う、違ういやもう一人でね、うん、そう思ってるんだけど、うん、お福さんいっぱいいるかもしれない、うん、でもねそこの重要なところはね私が歌うんです。やるな、高津川真紀どんな頭にしてやろうか、どんな着物着ようか、どんな頭ね、そうねそう、うん、だからあの VTR で言うと、はい、このねなんていうのこの七線下、はい、なんていうのこのわかんないわかんない七線下ってなんだろう大和なでしこ七変化ぐらいしか頭に浮かばなかったけどキョンキョンちゃんみたいなね、頭なんですよ、うん、だからそれにしようか、日本髪、日本髪、うん、はい、それにしようかな、七線下って言うんですか日本髪、違うのね、ま、間違いない言葉の嫌だよってやつね、はいはい、はい、失礼しました、ね、うん、でどんどん始まっていきます、うん、そしてですね、うん、まだまだねいろいろあるんですよ、はい、でもね紹介しきれないもう、うん、でも一番重要なのがこのクラウンと日本詩吟協会ですね、うん、じゃあ特番組んでもらいます、2時間スペシャルぐらいでちょっと、お願いします。そうしたら内容全部喋っちゃうじゃないですかねえ、ね、ぜひね見に来て楽しみにしていただきたい、楽しみにしていただいてね、やっと公開できるよってことでね、待ちに待った方も、はい、どうぞ足を運んでみてください、はい、お願いいたします、はいはい、で本日のレッスンなんですが、はい、ちょっとね今日はね、うん、ちょっとレッスンはしないんだけど、あ、しないのね、はい、実は、忍者の宮優さんっていう方が取材を受けました、はい、忍者の宮優さん、はい、忍者が詩吟のお稽古を見に来た、自分もやっちゃうっていう企画で、何時代だよって話だよね、すごくないですか、うん、で一生懸命ね富士山やったんだけど、はい、ああ詩吟富士山、そう一生懸命歌ってんの、はい、へえ面白い、すごく面白かった、忍者が吟じるし、そうでね、うん、詩吟と腹話術のお稽古をオンラインでやったわけですよ、でそれを10分ぐらいにまとめてあって、うん、とってもやっぱ上手ね、プロがやるっていうのは、あ、編集がね、はい、うまいってことね、素敵ですね、でこんな楽しいレッスンしてんだよっていうのを、うん、YouTube に上げておりますので、うんうんうん、ぜひね、うん、見ていただきたい、あ、詩吟のね知らない人とかね、いいきっかけになるかもしれないね、いや面白く、面白い、自分も面白かったし、うんうん、生徒さんたちもみんなねずっと笑ってた、うん、高坂さんいつも面白そうにやってるもんね、うん、運動したりね小屋ずつやったりね、うん、そうでね、ぜひ銀活寺小屋、ああ、ね、はいはい、始めましたね、うん、これびっくりですよ、うん、もうね30人超えてんですよ、あ、そうなんですか、すごくないですか、いい勢いじゃないですか、ね、うん、もう本当に純粋に詩吟が好きな人、はい、ね、こういうね、うん、心の優しい人たちが集まってると思います、うん、だ心は大事ですよ大事です大事ですよ、詩吟に出ますから、うん、ね、顔と歌には出ますよ、そうですね、まあ、若干そうじゃない人かもしれないとかしますけど、まあ余計なこと言わなくていいかそう、ね、うん、ぜひね、はい、参加していただきたいと思います、そうですね、ね、楽しみくせに参加してください、はい、はい、それでは今日の気になる一曲、イエイ来たぜ今日の気になる一曲、ちょっと聞いて、何、Hey baby、うん、俺のセドリックに乗らないかい、 Oh no 私はチャチャを踊りたいのよ、うん、私はダンスを踊りたい、おうおう、あなたはチャチャを知ってる、うん、チャチャはロマンス気分、うん、チャチャはバージン気分、うん、さあ何でしょう、俺もう一発正解これ言っていい、いいよ、石井明美さんのチャチャチャ、やった、
当たりでしょ。でもね、うん、ちょっとね全然違う、ちょっと横浜銀蝿の歌かなぐらい思っちゃったんだけど、なんでかっていうと、うん、俺のセドリックに乗らないがいって、あれ、じゃあ、あれキャデラックだから、えキャデラックに乗らないかって、だってさ、ベイビーゲドオンマイセドリックって言わない違う、あそこセドリックだよ、セドリック、ベイビーゲドオンマイセドリック、セドリック言った違った、キャデラックだから、そこ、そうなの、そうそうそう、間違えてる私、そう、日本車とアメ車の違いだからね、めっちゃ日本じゃん、めっちゃなんか大昔の六本木ぐらいじゃん、セドリック乗っちゃったら、もうね、これはでもね、うん、皆さん知ってると思いますよ、そうですよね、街で噂の辛口セクシーギャル甘い誘い跳ねつけるスパイシーギャル、演歌っぺーな、ってやだ、あの男女七人夏物語ってね、明石家さんまさんとね、大竹しのぶさんのドラマね、うん、大ブームでしたね、流行りましたね、これが主題歌なの、そう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 、そう、男女七人夏物語ね、じゃあもうなおね、皆さん知ってますよ、うん、ね、これは面白かった、はい、歌もいいね、はい、はい、それでは聞いていただきましょう、石井明美さんのチャチャチャ、はい、要はさ、これさ、うん、ナンパされて、うん、ちょっと飲んでんのかな、なんか言っちゃってるこの歌、まあ人の感覚はそれぞれだからね、あ、いろいろあるからね、どう受け止めようがね、ベベイゲドンマイセドリックね、オーノーアイライクセドリックグロリアいっぱい日産の話になっちゃうからさ、ね、今度、うん、はい、とてもいい歌でしたね、楽しいね、はい、石井明美さんのチャチャチャでした、はい、高津川真希のやりたい放題、はい、腹話術でお悩み相談、はい、腹話術でお悩み相談、どうぞどうぞ、はい、こちらでは腹話術のパペットが皆様のお悩みにお答えいたします、はい、お願いします、はい、今日はね、うん、実はね、美代子さんじゃないんですよ、お、どなたでしょう、はい、私です、新しい、はい、はい、お名前をどうぞ、はい、岩崎ヘロニです、ヘロミさん、ヘロミさんすごいね、またね、ヘロミさんって言うんですよね、こういうのが出てくるな、ヘロミさんね、ヘロミさんね、デビューしたんですよ、あ、おめでとうございます、そうなんです、ね、なんかね親しみを感じられなくて、うん、ちょっとねネタが浮かんでこなかったんですよ、 あなたとヘロミさんのね関係性の問題ね、そうなんです、うーん、ね、でもね、楽しかったね、やってみてね、うん、そうなんです、あら同じこと、そうなんです、そうなんです、そうなんですねえ、私憧れの川崎 F になれたのでご挨拶をしていいですか、どうぞどうぞ、はい、じゃあどうぞ、川崎の歌姫岩崎ヘロニです、皆さん今度お会いしましょうね、舞台でありがとうということで、ね、今日はね、ちょっとねお時間があまりなくてね、この次の公演があるんですよね、そうなんです、おお、忙しいですねじゃあいいですよ、ありがとうございました、それでは皆さんさよなら、ありがとうございました、またじゃあ遊び来てください、はいはい、はいはい、ありがとうございましたすごい濃いね、なんかキャラがいちいち今度出てくるね、濃いよ、あのねヘロミさんね、うん、岩崎ヒロミさんと違ってね、うん、歌があんま上手じゃないね難しいな、そこコメントがちょっと難しいな、はい、まあ、岩崎ひろみさんは ねすごいもんね、素晴らしいからね、ロマンスとかね、はい、うん、はい、ひろみさんも実はねお人形さんなんですよ、そうでしたね、はい、YouTube でもたくさん出ていますので、はい、高津川真希で検索してください、どうぞどうぞ検索して見てみてください、はい、こちらでは皆様のご相談お悩みを募集しております、はい、ぜひぜひたくさんのお便りお待ちしております、はい、はい、美代子さんの腹話術、違った、ひろみさんの腹話術お悩み相談でした、高津川真希のやりたい放題、ここでホットな情報です、はい、ホットな情報お願いします、はい、ですね、もうこれ大事なんだ、大事、8月の8日月曜日、うん、夢と希望に向かってパート3、うん、めちゃめちゃ大事じゃないですか、そうなんですよ、親子で遊ぼうっていうことでね、
新しいジャンル親子で遊ぼう。そうなの、うん、大人2500円、子供1000円、子供1000円、未就園児は無料です。おーおーおー、太っ腹企画でね、親子ね、はい、親子企画。ところがね、月の蛍さんって知ってます？はい、月の蛍さん、うん、世界を回ってる人形劇団の。あー、聞いたことある。すごいよ、大人も感動するって。はいはいはい、はい、ね、うん、でもちろん帳一座もね、千手観音で出るんですけども、うん、おーおーおー、五条流の、うん、雪の会の先生、うん、創作舞踊っていうのかな、うん、ギリシャとか、うん、フィリピンとか、いろんなとこでね、こう歌う、踊るんですよ。すごいですね。すごいの、あっちこっち世界中で踊ってきてるってことですか？うん、その先生がね、チャンバラをやらせてくれるみたい、みんなに。へえ、チャンバラ、うんうん、あとはね、タヒチダンスのディズニーのモアナの曲で、はい、みんなで踊りを教えてくれるの。すごくない？タヒチアンダンス。はい、そして極めつけ、うん、バルーンアーティストのキャサリンちゃんがいらっしゃいます。バルーンアートはキュッキュッキュッって犬とか作っちゃうでしょ。ねー、かわいいの、ペリーペムプミョ、ペリーペムプミョ、あの人に似てるの。ペリーはあの俺があれ黒船の人でしょ。多分あれだよね、キャリーパミュパミュの話だよね。ペリーパミュパミュすごくね、かわいい方ですよ、うん、あ、そうなんだ、うん、お子さんたちのために、うん、来てくれるっていうことなので。楽しいね、バルーンアート、はい、ぜひね、うん、あの国際交流センターに、あ、長らくのね、はい、8月の8日、はい、1時開場の1時半開演となっておりますので、うん、いいですね、はい、いらしていただきたいと思います。88、1時半ね、はい、うん、覚えとこうね、はい、ぜひ来ていただきたいです、ね、皆さんだんだんね、外出るようになってきたんで、ね、はい、会場に遊びに来てください。はい、はい、それとね、うん、中原区の新庄の神話会というすごい団体があるんですよ。はい、はいね、ぜひね、また団体さんのこともね、ご紹介していきたいと思います。あ、そうですね、熱い方たちです、うん、はい、はい、それでは、ここでホットな情報を終了いたします。何でしょう、じゃあ、はい、以上ホットな情報でした。高津川真希のやりたい放題。いやー、もうあっという間に今日はね、喋ることいっぱいあって、うん、そうね、タイミングがちょっとね、今日ね、不思議なタイミングであなた話出してきたよね。はい、うん、次はね、7月の26日です、はい、そうですね、7月26日お願いいたします。はい、ぜひね、はい、いろんな安くて美味しいお店とか、うん、情報を寄せいただきたいと思います。そうですね、はい、いろいろ、はい、じゃあそちらの宛先などを今からお伝えいたします。はい、はい、川崎 FM はインターネットで全国どこからでも世界中からも聞くことができます。スマートフォンアプリならリスティンレディオ、イエイ、リスティンレディオ、ヘイベイベーゲロマイキャドラックセドリックというわけで、リスラジオをダウンロードして聞いてくださいね。はい、皆様の、感想や美穂さんのお悩み、素敵なお店の情報などどんどんメールを送ってください。はい、はい、メールアドレスは kfm.takatsugawamakino.t takatsugawamakino.m、 やりたい放題の y、 やりたい放題の h、 @gmail.com です。はい、川崎 FM の、ね、ホームページからもね、受け付けできますので、はい、そちらもどうぞご利用ください。はい、はい、この番組は綺麗なお花のアイカソール、 MM ミュージック、銀堂公営会、帳一座の提供でお送りいたしました。次回は7月26日火曜日13時からの放送です。はい、聞いてくださった方に素敵なことが起こりますように、はい、高津川真希とコーランでした。せーの、アンデリアン。